東リックスター、江戸川乱歩、少年探偵団よりは、2016年10月より2017年3月まで、東京 MX、読売テレビ他のアニメの迷惑にて放送された、日本のテレビアニメ作品。江戸川乱歩の推理小説、少年探偵団を下敷きにし、時代設定を2030年の近未来に置き換えた作品。テレビアニメ放送、コミカライズのか実写映画化、 舞台化など、クロスメディア展開を総称して、トリックスタープロジェクトとしている。第一クール放送終了の翌週、テレビ放送にて特別番組、年末だよ、トリックスター男だらけのピザパーティーが放送された。声は、アニメの声優、縁は、舞台版、キャスト、トリックスター少年探偵団ラジオは、2016年10月5日から2017年4月5日まで、 各集数用に、響きラジオステーションにて配信された番組。パーソナリティは、小林義夫役の山下大輝と、花崎健介役の大阪亮太。マガジンスペシャル2016年第7号から2017年第2号まで、トリックスターのタイトルで連載した。作画は、マントヒヒビンタが担当。トリックスタープロジェクトのビジュアルコンテンツとして位置づけられている。 マガジンスペシャル休館に伴い、トリックスター第9話は、別冊少年マガジン2017年4月号に、読み切りとして掲載されることが決定した。トリックスター、ザ・ステージのタイトルで、2017年4月12日から16日に、ゼップブルーシアター六本木で上演。脚本、演出は松田一太が担当。アンサンブルダンサーはオーディションで選出された。 トリクタープロジェクトのステージコンテンツとして位置、続けられている。アニメよりもダークテイストが濃い内容で、明智小五郎の苦悩がメインに描かれる内容となっている。アニメの世界観や設定を準拠しているが、中村が登場せず、代わりに、中村の助手だった宮西が、キャリアの警察として、明智に、事件の協力を仰いだり舞台をオリジナルキャラとして、ルイトが登場する、と、 細部に違いがある。ありがとうございます。